の歯車。止まった。時が知れぬパワーを持つ超有名探検家、プクリン親方の弟子になるのが一番。すみません、僕を弟子に。やっぱり強いっすよ親方様は。とてもじゃないが、俺たちには歯が立たないっす。ねえ、これからもあいつに稼ぎをぶん取られるのか。悔しいっすね。へいへい、チームかまいたち、まだこんなところで油売ってるのか。早く仕事にかからなきゃ。また親方様のお仕置きか。今行こうとしてたところだ。お前たち、行くぜ。侵入者だと？その不定野郎は一体何者で？足跡は引っ越される！足跡は引っ越される！心配しちゃったよ。ヒコザル、大丈夫みたいだね。ヒコザル喋ってる。言うてて夢じゃない。何しても君って変なやつだな。やっぱり喋ってる。ポケモンなのに。ポケモンなのにって、何わけわかんないこと言ってるのさ。ポッチャマ、ポッチャマで、君どこから来たの？ここら辺じゃ見かけない顔だけど。俺は…わからない。わからない？大丈夫？ポッチャマ、さっきからなんで俺をポッチャマって呼ぶんだ？だってポッチャマだから。違う、俺は人間だ。人間？君って面白いやつだな、ポッチャマ。だからそのポッチャマって言うのをやめて。
綺麗だね、君の泡。お、そうだ。ねえ、ポッチャマ、よかったら僕と一緒に探検隊をやらないか。探検隊？ダンジョンを探検して幻のお宝を探したり、お尋ね者の悪党を捕まえたり、困っているポケモンを助けたりするんだ。僕ずっと前から憧れててさ。今はそれどころじゃない。俺の身に何が起こったのか、それを調べなきゃ。どうやって突然探検隊をやろうなんて言ってごめん。でも君の言ってる不思議なことも、超有名な探検家プクリン親方なら何かわかるかもしれないよ。プクリン親方？本当にそのプクリンが俺の力になってくれるんだろうな。多分ね。多分？君がなぜ人間なのに目が覚めたらポケモンになってたのか、そんな不思議なことを誰かが説明できるとしたら、プクリン親方しかいないって。うん、本当。まだ会ったことはないけどね。今なんて？なんでもない。新入参勤。新入参勤。侵入者なの？ポッチャマと彦猿めにございます。やあ、僕プクリン、ここのギルドの親方だよ。君たち探検隊になりたいの？はい。ん？いいえ。親方様に飛びつくの？大丈夫でですか？俺は、俺の身に起こった不思議な出来事、あんたなら親方様、親方様なら説明できるかもしれないと彦猿に言われてきたんだ。不思議な出来事？へえ、人間がポケモンに。確かに不思議な話だね。俺はどうしてポケモンになっちまったんだ。考えれば考えるほど頭の中がぐちゃぐちゃで。だからもしもこの謎を解けるなら頼む、教えてくれ。寝ておられる。目開いたまま。さすが底知れぬパワーを持つ超有名探検家。おはん、おそらく親方様はこういうおつもりだったのだ。近頃世界のあちこちで異変が起こっているんだ。悪事を働くポケモンたちが増し、ポケモンみんな困ってる。探検隊が足りないほどさ。なぜこのようなことになったのか。おそらく時の歯車に異変があって、時間が正常に動かなくなったのだ。それが親方様のお考え。時の歯車？ポッチャマに起こった不思議なことも関係あるのかな。あるかもしれんし、ないかもしれん。なんだ、結局何もわからないんじゃ。そうだ、探検隊のチーム名を登録しなくちゃ。チーム名？チームの名前を教えてくれる？ポケダンズです。ポケダンズ？ポケモンダンジョンズ、略してポケダンズ。僕ずっと前から考えてたんだ。うん、いい名前だね、気に入ったよ。じゃあポケダンズで登録するよ。登録、登録、みんな登録。親方様のハイパーボイスは相変わらずだ。すさまじいパワーでギス。おめでとう、これで君たちも今日から探検隊だよ。やったー。記念に探検隊キットをあげるよ。はい。すごい。それから探検隊バッジ。やったの。ガバイトの鱗を取りにね。さあどうぞどうぞ。そ
なんだ今のは。朝の誓いの言葉、はじめ。ガバイトの鱗がないと僕の妹の命を。いや、泣かないで。そういや、およしよし。ポケダンズの最初の依頼者だね。コリンクの妹は原因不明の病にかかってガバイトの鱗が必要なのさ。ガバイトの鱗には強い解毒作用があるんで。ポケダンズさん、お願いします。その依頼もちろん受けるよ。だよね、ポッチャマ。いいけど、そのガバイトの鱗はどうやって手に入れるんだ？迷宮の洞窟に行けばいいよ。迷宮の洞窟？どうした？迷宮の洞窟って、荒れ地の先にある深い洞窟で、そこのガバイトは気が荒くて強いって評判なんだ。新米探検隊には超難関のダンジョンでゲス。初仕事でいきなりそんな。心配なら、キマワリを連れて行ったらいいよ。行ってくれる？キマワリ。へいへい、大丈夫。キマワリはすっごく優秀な探検隊員なんで。ヒコザルポッチャマ、力を合わせて頑張りましょうですわ。はい。はい。こんな通りもあるんだ。いらっしゃい。探検に行く前はぜひ隠れ家商店&専門店で道具をお買い上げください。あの2匹、キャー。ちょっとお買い物していくですわ。これはこれは、キマワリ姉さん、今日はどこのダンジョンへ？迷宮の洞窟ですわ。あのガバイトのいる？そのガバイトの鱗を取りにね。そりゃ大変だ。もういい道具をゲットしてってくださいよ。なんであいつら新入りか？ポケダンズとか言うらしいっす。新入りのくせに迷宮の洞窟に行くなんて100万年早いぜ。さあどうぞどうぞ。そうね、幸せリボンと防御スカーフ、それにパワーバンダナをもらえるかしら。やっぱり。それってどんな道具なんですか？幸せリボンはダメージを受けても逆にそれが良い経験となるリボン。防御スカーフは防御を上げる効果のあるスカーフ。パワーバンダナは攻撃を上げる効果があるんですわ。よーし、ポケダンズ出動ですわ。ここが迷宮の洞窟か。なんかちょっと不気味。今のはポッチャマ。ああ。
とにかく先に進まなきゃ。何するんだよ、ポッチャマ。この橋はダメなんだ。あっちを渡ろう。え、何言ってんだよ。こっちの石の橋の方が。ありがとう、ポッチャマ。君が止めてくれなかったら今頃僕は。よくわかったですわね。まあね、見えたからなんて言えないよな。って言ったら、欲しかったら俺と戦って勝ってみろって、いきなり襲いかかってきたんだ。あいつ強すぎるぜ。お前らみてえな新入りが勝てるわけがねえ。ポケダンスさん、お願いします。行こう、ヒコザル。いよいよカバイトとご対面ですわね。またやってきたのか。さっきの奴らとは違うようだな。お願いします。あなたの鱗を分けてください。またそれか。お願いします。小さなコリンクの命がかかってるんです。そんなことは俺様の知ったことじゃない。どいつもこいつも鱗をくれ鱗をくれ。たくたまったもんじゃない。そこはなんとか。何度言われても答えはノーだ。まあ俺様と戦って勝ったら話は別だが。チームかまいたちの言ってた通りだ。仕方ない、戦おう。覚悟は特にできてるって。その通りですわ。面白い。キャー、くらえ、スナッチ。行くぞ、合わせ。ナイス、砂は水に弱いんですわ。ならばこれをくれ、ドラゴンクロー。ポッチャマ、次はお前だ。なんてバーだ。さすがキマーリ。うえ、お次は花びらの舞をお見舞いしますわ。まずい。メロメロが効いてるんだよ。こうなったら俺たちで何とかするしかない。行くぞ。つくか、笑わせ。ポッチャマ、くらえ、ドラゴンクロー。もう一度だ。よし、もう一度泡だ。くらえ。ボール光線。きっと幸せリボンの効果が出てきたんだ。おれ、よし、いけ。違う、戦いは終わりだ。
約束は果たさないとな。これがガバイトのロコ。ありがとう。久々にいい戦いをさせてもらったぞ。これでコリンクの妹の病気が治せるね。うん、やーん、ボケダンズの初仕事は大成功ですわ。ありがとう、ひまわりさん、ポケダンズ。おかげで妹は元気になりました。ありがとうございました。いや、そんな、探検隊として当然のことをしただけだよ。これはレントラーの牙という宝物です。お礼に受け取ってください。宝物をもらっちゃっていいのか。はい、ポッチャマさんと彦猿さんがいなかったらどうなっていたことか。どうなっていたことか。じゃあ遠慮なく。お礼は親方様が預かるのがギルドのルールだ。したがってこのレントラーの牙は没収する。そんな、これがギルドのルール。頑張ったのは僕たちなのに。大変だ。また時の歯車が盗まれた。何？時の歯車が。またなので、犯人は。おそらくジュプトルかと。あいつが。ヒコザル、お、俺、続けるよ、探検隊。本当？ああ、この世界は俺を、いや、探検隊を必要としているみたいだし。それに、探検隊を続けたら、俺の謎も解ける日が来るかもしれない。ポッチャマ、だからよろしく頼むぜ、パートナー。了解、パートナー。ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX。 ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX。